皆さんごきげんよう。ずるいことは許さない、東京都議会議員のお姉こと上田玲子です。今日も議場フロアの6階からお届けさせていただいております。さて2月の、15日ですね、東京都が2ヶ月余りで838人のコロナ感染者確認を追加発表、申告漏れがあったということで、加藤官房長官からも、苦言を呈されるという事案がありました。800人たらすごい数でございます。数字がブレるということは、対策もブレるのではないかと。で、このコロナ感染者数のカウントにつきましては、私上田玲子はですね、ファックス送信をしていて、なかなか政府のアプリとまた東京のアプリ、さまざまなですね、ツールがシステムが違うということで、去年の5月ぐらいからトラブルがいろいろありましてですね、7月の臨時会でですね、私は、かつてですね、このファックス、本当お役所ってファックス文化なんですけれども、目黒区の5歳女児の虐待死事件の中で、お父さん2度にわたる書類送検があったのがファックスとこんな分厚い紙でやり取りをしていて、見落としていて、ああいう悲しい事件になったということで、よもやそのファックス送信をやっていないで効率化を図ってくれるのだろうなということで、7月にですね、質問をさせていただいたわけでございます。そうしたところ、なんだかんだこれまでファクシムによる送受信の方法によっていましたが、これ去年の7月ですよ。で、令和2年3月以降ですね、陽性者の急増、保健所 との双方による情報確認のために改めて5月保健所に対し発生届の提出ともに、オンラインの感染症発生動向調査システムへの入力の徹底を依頼したということです。ただ8月には国が新たに導入した新型コロナのですねシステム、ハーシーズへの入力をお願いしたということでありました。で、結果的には都独自のデータベースを構築して保健所と情報を共有することにより一体的な取り組みを進めているという回答を7月にいただいていたんですけれども、結果としてはこれがなされなかったということでありました。で、急ぎ東京都の方に確認をさせていただいたところ、複数の保健所から未報告の症例があるという連絡があって、内容を確認したところ、報道発表してない症例があったということでございます。とにかく12月いっぱい人がね来ちゃったので、ハーシーズの保健所確認送信ボタン押し忘れて押してなかったということ背景にあったということであります。で、この7月というのが実はキーパーソンといいますか、キーポイントなんでございます。このキーパーソンが副所見局からいなくなったタイミングなんですね。それは7月までは仕方がない、コロナも初めてのことです。保健所もいろいろとファックス送信というところで一生懸命政府のシステム、東京都のシステム、いろいろなアプリ送還をなんとか互換性をしようということで、この一生懸命取り組みを作って7月で交通局にさよならということになったのが、福祉保健局長が7月に交通局長にさよならということで押し出されてしまったわけでございます。で、そこからどうしたんでしょうかね。ちゃんとやってるということですが、おそらく東京都福祉保健局と保健所および保健所長とのやり取りがどうだったのかなというふうに思っております。で、今交通局にはその福祉保健局長だった内藤局長がいます。で、やはり大江戸線、お正月皆様ね、私もですね、この YouTube でも触れさせていただいてありましたけれども、大江戸線の方では、たくさんの感染者が、職員で出てしまいましたけれども、なんとかですね本数を減らしながらもお約束通りに集約できたというのも、福祉保健局長の経験があった内藤局長が交通局にいたというのは大きいところでございます。で、その後を担っているのが、政策企画から来た方とか、あるいは元環境局長といって、感染症は正直言って素人の局長、それが内藤局長が作ったこのシステムをしっかりと確認できていなかったのではないのかなということで、私上田玲子は定点観測をさせていただく次第でございます。で、7月に確認したのにどうしてできなかったんですかということでありますけれども、結果的にはですね、保健所側のその押し漏れの問題だったので、引き続きましてですね、東京都はですね、確
認するのが難しかったけれども、まあ、保健所の仕事でありますけれども、引き続きまして取り組んでいくっていうお返事はいただいているんですが、私個人的にはもっと福祉保健局および感染対策の部長今いますから、直接保健所の所長さんたち、もともと東京都の職員なんです。保健所の所長というのはお医者さんです。お医者さんの免許を持っている公衆衛生士、元東京都の職員が保健所長をやっているので、密に連絡を取り合って、この保健所のミスで済まさるのではなくて、叱咤激励をしながらも連携を取っていただかないと、またしてもこの838人、もう数字がやはり信じられないということになりますまいかということで、また私はチェックをさせていただきますし、これも取手出しでございますので、しっかりとまたブログでご報告させていただきたいと思います。またご心配なことございましたらば、上田親子まで、こちらも実は情報をお寄せいただきまして、今回も、私のテーマとさせていただいた次第でございます。上田まで情報をお寄せいただければと思います。またあの時短協力金、今日もですね、まだ支払われないというようなお問い合わせもいただいております。引き続きまして、コロナに関しまして、対策遅れの件に関しましては、上田まで情報共有、情報をお寄せいただければと思います。それではまたお目文字しましょう。ごきげんよう。